文芸時代は日本の文芸雑誌。1924年10月に金政堂から創刊された。誌名は宗教時代より文芸時代へという意図で、発起人の川端康成により名付けられた。創刊号に掲載された横光利一の頭並びに腹により同人らは新感覚派として注目を浴びたが、主要な有力同人の個別活動の活発化や左傾化した一部同人の脱退などにより1927年5月号をもって収刊した。第一次世界大戦後のヨーロッパに起こったダダイスム、芸術の革命が目指されたアバンギャルド運動、ドイツ表現主義に触発されて創刊された文芸時代は従来の自然主義文学や客観主義を超える独自の新主観主義的な新しい感覚表現を目指した。主要同人の川端康成、横光利一らの作品はモダニズム文学として評価され、文芸時代は青野末吉らプロレタリア文学派により創刊された。文芸戦線とともに大正後期から昭和初期にかけての大きな文学の二大潮流となった。文芸時代は芸術意識を本源的に新たにし、新しい生活と新しい文芸を会得することを創刊目的とした。従来、宗教が占めていた位置を将来、文芸が占めることを信じつつ、我々の子孫が文芸のお寺にも出ていくべき道を知るための文芸への精進は、同人自身も使命感を鼓舞し、生活感情を正しくすると発起人の川端康成は掲げ、以下のように主張した。新進作家に時折見られる生活的デーレツタンチズムや、新規を求める気持ちや、焦燥や、明るい移り気や、ニヒリスチツクな生活態度は、私たちの求めるべきものではない。世界が今求めているのは偉大な新しい常識である。明日の日の常識である。新しい時代の常識となり得るほどに普遍性と力強さを備えた人生観である。新しい時代の文芸は哲学と結びついて古き世の宗教に変わらなければならないのであると私は考えている。川端康成、分断的文学論、文芸時代同人の作品は、その手法や表現において、美術や音楽の感覚の働き方に近く、主にドイツ表現主義から影響された表現主義的認識論、新主観主義的表現やダダイストのわからなさから主観的、直感的、感覚的な新表現の暗示を見出したダダ主義的発想法を基調にしている。それらは、従来の自然主義的な描き方や、見る対象と自分とが別々にあると考えて観察する古い客観主義の認識とは異なり、例えば、百合のうちに私がある、私のうちに百合があるという気持ちで物を書き表そうとする表現である。自分があるので、天地万物が存在する、自分の主観のうちに天地万物があるという気持ちで物を見るのは、主観の力を強調することであり、主観の絶対性を信仰することである。ここに新しい喜びがある。また、天地万物のうちに自分の主観があるという気持ちで物を見るのは主観の拡大であり、主観を自由に流動させることである。そして、この考え方を進展させると、自体一如となり、万物一如となって、天地万物は、すべての境界を失って一つの精神に融和した一元世界となる。また一方、万物のうちに主観を流入することは、万物が生霊を持っているという考え、言い換えると多元的な万有霊根節になる。ここに新しい救い日がある。この二つは東洋の古い主観主義となり、客観主義となる。いや、主客一如主義となる。川端康成、表現主義的認識論。この表現態度は、自然人生の新しい感じ方、新しい感情であり、描写を立体的に鮮明にさせる。これは、特に、横光利一の諸作品の擬人法的手法に見られる。横光氏の作品のどの一節でも開いてみたまえ。その自然描写を読んでみたまえ。ことに、たくさんのものを九条詩に描写した箇所を読んでみたまえ。そこには、一種の擬人法的描写がある。万物を直観して、すべてを生命化している。対象に、個性的な、また、捉えた、瞬間の特殊な状態に適当な、生命を与えている。そして、作者の主観は、無数に分散して、あらゆる対象に踊り込み、対象を踊らせている。横光氏の表現がはつらつとし、新鮮であるのも、このためである。横光氏の作品に、作者の喜びが聞こえるのも、この見方のためである。川端康成、表現主義的認識論、文芸時代導入。右から貫忠夫、川端康成、石浜金作、中川与一、池谷新三郎横光利一1924年10月の創刊号の導人14名は以下の面々である。翌月11月号からは以下上部の3名、その後2名が加わった。金成堂や菊池寛の意見も取り入れていた川端は、牧野真一も導人に加えたかったが、貫忠夫などが反対気味の意向を示し、実現しなかった。横光利一は、文芸時代で劇団を組織することも考えていたが、川端が反対して実現に至らなかった。菊池寛1921年2月の第6次新市長発刊当時から先輩作家の菊池寛に多大な恩顧を受け続けていた川端康成は菊池が1923年1月に創刊した文芸春秋の編集導人でもあった。やがて川端は自分も新しい導人誌を創刊したいと考え、1924年の初夏に菊池寛の知り合いであった金成堂の社長、福岡益男に話を持ちかけ、菊池にも事前に了解を得て同意を取った。菊池は川端らが新たな導人誌で発言しやすいように配慮し、文芸春秋9月号で導人解散宣言を行った。同誌は菊池式のもとに貫忠夫が編集担当になった。しかし、川端と横光の新雑誌、文芸時代が近々創刊されるという噂を耳にしていた文壇の間では、菊池の文芸春秋導人解散処置を見て、若い作家の反乱の気配を察した菊池が彼らを切り捨てたと解釈し、両者の対立事件として様々な島憶測が広まった。それをきっかけに、以前から菊池寛との関係が芳しくはなかった、今東工が新聞紙上で、以下のような勇み足の随筆を発表し、その数日後にも、同紙上で、文芸時代のような、新たな雑誌が、これまで無双されなかったのは、時代の罪だったと鼻息を荒くした。ある有力な作家の傘下に、宿り奇襲する、ボーボー等が、この挑戦の都について、放蕩を結んだのは、転然としてあたかも恥なきものであるというのは、明らかに自利を逸した誤解である。何人がこの里巷の小人の言辞を浪するのだ。そういう言葉を面白がらずに聞くならば、そのこそ無理旅外の憎悪がかごつていると解釈する。みだりに、習字を浪するのは、仕君子の取らないところだ。僕たちは、深解するところと、そうでないことの区別を、ちゃんと知っているのだ。将来の日本文壇のために勇ましく、巣立ちをしようという、僕等だ。喜んでこそくれるのが叱るべきのに、無遠慮に、ポアンダンテロがシオンをくつつけるのは、甚だ香ばしくないことだと思う。今東工、人生を、なめる絶その空気の中、さらにアナーキスト詩人の橋爪健が、菊池の文芸春秋の功罪を追求し始め、文芸時代が、新進作家の大同団結によって、一菊池のみならず、既成分断へのある種の挑戦を意味していると見られるならば、我々は刮目して、その将来を期待すべきであろうと述べ、ともかくこの文芸時代の誕生によって、文芸春秋は、すでに異なったと二者の対立を煽り、その後も追求を続けた。川端康成は、これらの対立を煽る醜聞や憶測に対して完全否定し、文芸春秋と文芸時代の不仲説が事実無根であることを説明しながら、事態を収拾するために、菊池寛を以下のように完全擁護した。その後、中川与一も川端同様に事態の収束を図った。私たちが没個性を強いられ、菊池寛氏の勢力腐食に利用されたと見るのは誤りである。もし没個性と見えたなら、それは私たちが力あしらなかったのである。私たちが菊池宏氏から受けた聖人的なラビに物質的恩恵は世間の想像する以上であらう。例は菊池宏氏の家を眺めても街で菊池氏の毛にぐうつても一種の考えが湧くほどに深く染みた感情を持つているのである。一、文藝春秋や一、文藝時代謎に左右されるものではないのである。芸術的立場や世間的損得を超越して動かされない敬愛の念を持つているのである。第三者からの余計な中傷や忖度はよしてもらえはう。川端康成、文藝時代と文藝春秋直木35しかし、同年文藝春秋11月号に載った文壇書価価値調査表をめぐり、その遊びの行き過ぎた誹謗に底意を感じた今東光と横光利一が怒り浸透した。今は人を軽蔑するのも甚だしいもんだ。もしこれを白日の下で天下の衆に披露してはばからないならば、菊池宏こそ怪しむべき編集者であるとして、こんな下劣でやひな文藝春秋に執筆しないことだ。損傷された作家たちよ。この名誉回復のために立ちたまえと先導した。その採点表は、直木33が作成したもので、各文種の学食、天文、修養、度胸、風采、人気、資産、腕力、性欲、好きな女、未来を100点満点中の何点なのか採点し、60点以上を9題、60点以下50点までを仮9題、80点以上を優等、と判別していた。横光は、俺は自分一個の腹立たしさではないのだ。こんなことを平気で、文藝春秋がやつだということは、第一、君と僕との顔をもうめちゃくちゃに踏みつぶしたんだ。君と俺との文芸時代の者たちに対する苦境なんかも全然無視したやり方だと憤慨した。文壇書価価値調査表で、川端は修養、性欲だけが優等。今東光は腕力100点、資産が不良性、修養、人気が劣等。横光利一は修養、度胸だけが優等で資産の欄に菊池宏と書かれていた。今東光は新潮市場でこの採点表掲載を許可した菊池宏と文藝春秋を日々春秋社に宿り奇襲する大田分け一人で喧嘩のできないやつ。鼻毛を読みながら生きている40男、才能のない文学狂、それらの中に座して、あたかも、融合を気取る、菊池宏が、憂鬱にならないで危機としているならば、世は、彼の神経を疑うのだと毒舌を吐き、同氏への執筆拒否宣言と憤慨声明を、以下のように述べた。よくよく平凡な、よくよく癒しむべき、新聞記者根性か。ポンチの酒袋のような裏長屋の女房根性家である。菊池宏自身が、近時の文芸欄が、楽屋落ち的であり、ゴシップ的であり、仲間的であることは、いよいよ文芸欄の一般的価値を減じているのではないかと言いながら、ゴシップの問屋で収まっているでないか。それも良い。人格を無視して、人の名誉をいたずらに損つてたもとをやるくらいなら、一層、コーダリーであることの方が、どれほど美しいか知れないのだ。今東光、文藝春秋の無礼横光も、同様に、読売新聞に、当初原稿を速達で送るが、それを知った川端に諌められた。横光は、なんとか興奮を鎮め、川端と一緒に急遽読売新聞社に出向き、その原稿を撤回した。読売は、返還を拒んだが、代わりのものをその場で書いて渡し、事なきを得た。菊池宏は、今東光の中傷に対して、すぐさま反論し、今のことを、小人邪推、ユダと一刀両断に切り捨てた。文藝時代対、文藝春秋との問題についても、菊池は言及し、文藝春秋の同人性を廃止した理由を、既成分断反対の文藝時代と、既成分断肯定の文藝春秋の同人が、同一である、不定裁を、彼らのためにも文藝春秋のためにも除きたかったと説明した。今はこれに対して再び菊池に反論した後、文芸時代同人からも脱退した。今は新潮社系の不動潮に参加し、アンチ、文藝春秋の急先鋒として、不動朝9月号で菊池を激しく罵倒攻撃した。この今と菊池の対立は、文壇で大きな反響となり、今は、その後、プロレタリア系の文闘に移籍した。川端の粘り強い説得で、文藝春秋との仲違いを免れた横光だったが、その時の怒りは、いずれあんな、背比べをマークされていて、黙つている奴ばかりもなかろうと思うが、もし黙つている奴ばかりなら、その時は俺一人、文壇と相撲を取りつて、負けても勝つてもいい、打ち死する覚悟であった。横光が川端の説得を聞き入れ、採点表を掲載した文藝春秋に対する怒りを収めた理由について、今投稿は、老母と若い細君を抱えた三文分子の生活では、菊池寛の庇護を離れてはどうすることもできなかったに、そういないとし、当時の横光の境遇に触れて、同情を寄せた。なお、川端が横光だけを守り抜き、今投稿の行動を止めなかったのは、今が聞く耳を持たなかったであろうことと、マイナスからプラスに転じられる今の激烈な強い性格を熟知していたから、彼を放任したのではないかと研究者諸氏は見ている。文藝時代創刊以前には、既成作家の主要作品の原稿は、大手出版の中央公論や新潮に行ってしまっていたため、金政堂には、新進作家による文藝時代創刊を機に、既成文壇打倒の機運があり、当時の文学青年や新作家たちも文藝時代創刊を歓迎していたとされる。高見淳は40銭の創刊号を大学前の幾分堂で購入した時の感激を以下のように述解している。本屋を出るとすぐ開いて歩きながら読んだ。ここに私たち若い世代のかねて求めていた、かつ得ていた文字が初めて現れた。そんな気持ちで文芸時代の創刊号を迎えた。現れた新文学が今からすると、たとえどんなに安手のものであろうと、それを支持したということは、取りも直さず、そうして新文学の起こってきたことに喜びを感じたのである。新感覚派も新文学とするならば、文芸戦線派も新文学である。しかるに、私は新感覚派の方を文学的に支持した。そしてこれは私だけのことではない。高見淳、昭和文学盛衰史、伊藤聖は文芸時代が発刊した時に日本文学が初めてヨーロッパの現在の文学と歩調を共にしたと位置づけ、第一次大戦後にヨーロッパ文学が突然変化したことを実感し、それに応じて日本文学者も現在の文学を作らなければならないと意識したことは偉大なことだったとして、息せき切って多くのものを見落とし、飛び越えながら彼らも追いついたと日本の作家が感じたスタートがこの時ではないかと考察している。そして伊藤は文芸時代の新感覚派文学やそれに続く新興芸術派、新心理主義系派のモダニズム作家たちは新たなヨーロッパ文学への追跡の無理のため同時に多くの欠点や弱点もまた持たなければならなかったとし、その文学運動が長続きしなかった根元原因を次のように解説している。デモクラシー、社会主義、マルクス主義という順で日本の知識階級を動かした思想の波は、そういう故障によって日本人が近代の社会構造や生活意識を急激に認識し始めたということである。だから、その崩壊意識の反映であるヨーロッパの戦後、文学の方法が上昇期にある日本の社会的現実とはうまく適合しなかったのである。伊藤聖、解説しかしながら、そうした弱点を持っていたにもかかわらず、時には外国作家の形式を模倣することにより、新たな形式を作り出した文芸時代を皮切りにした新文学運動は、そこへ、生活意識をはめ込んで育てるという逆説的な実験に血肉を注いだと評価している。またその実験的操作の半分を担っていた文芸戦線や先期のプロレタリア派を飲み込むことによって、それに抵抗した新感覚派系の普段の質こそが大正文学にはなかったものと伊藤は捉えている。ありがとうございます。